はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズのお時間です。今日はですね、首ですね。首周りのストレッチをしていきましょう。で、普段やっぱりパソコンとかスマホでずっとこうなってる状態なので、こっちの前の方ですね。前の方を伸ばしていきます。はい、で、こけないように注意してください。で、親指を顎に下に当てて、上にグッと。はい、それだけですね。はい、じゃあですね、ちょっと一緒に10から15秒やっていきましょう。で、人によってはすごくここ伸びないっていう人もいるかもしれないですね。やったらすげえ突っ張るみたいな形もあると思います。はい、じゃあちょっとゆっくり上に15秒ぐらいいきます。息止めないように、はい、OK。 はい、まあ、首周りなので何分とかそんなめっちゃ長い時間はやる必要はないと思うんですけど、ここら辺ですね、固まってる人いると思うので、はい、今日伸ばしていきました。まあ、これ別に何セットとかは言わないので、ちょっとこういうストレッチをしてみましたっていう、ストレッチやってみましたっていう形ですね。はい、まあ、人によってはこれ硬いなって感じる人もいるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今日は気持ちのいい天気の土曜ですね。はい、じゃあ、休日、ホリデー楽しんでいきましょう。バイバイ。